SSS のノノノノと弊社やヤマモノです。やっぱ人間ってバッグ大好きじゃないですか。大好き。だってあれ買ってもらってもバニティバッグ欲しいと思っちゃってるもん。私は定期的に月5ぐらいで月後ぐらいでバッグ欲しいシーズンが来て、寝る前に必ずシーンだったりとか通販サイトを漁ってカゴに入れるっていう行為を寝る前にいつも行ってるんですね。やっぱりバッグ欲しい欲が強いと手に入る価格だとすぐ手に入れてしまうっていうそういう衝動に駆られてまして、うちにバッグが散乱してるんですよ。やばいよね。私そんなバッグ買わないじゃん。やっぱさ結構さ値段がさ1万円以上するものとかを買っていただいてるっていうのもあってさ、あんま手が出しにくいっていうかそれ以上のものに出会えてなかったっていうのもあるんだけど、確かにほんちゃんそれで言ったらあんまバッグ持ってない。そうなんだよね。私はあなたすごいよ。で気づいたら今日ねブックオフでこれね安かったから買ってきたんだとかすごいよね。結構そういうことしちゃってて、でも全部使ってるからさ それがすごいよね。一応色かぶりしないように買ってはいるんです、なんで多分うちにない色のバッグはないって言っても過言ではないほどカラフルなバッグが取り揃われてるんですけども、本日はそんなたくさんのバッグの中から特に使っている一軍バッグをたくさん紹介しようのコーナーでございます。それこそ今ののんちゃんのバッグの話聞いて思ったけどさ、洋服も結構カラフルなの持ってんじゃん。そうね。だから昔さ今やってるか分かんないけどヒルナンデスでやってたさカラーボールの何色何とかうちで全然できちゃいそうじゃない。できるね。それやろうよ。おもろくない？あ、やろうよ。こう企画が生まれましたけど、まあそれぐらいバッグの空張りもすごいし、まあ、ファッションの服の空張りもすごいんですけれども、やはりそのバッグの空張りがすごいのは服に合わせるために空張りがすごかったりとか、あと持っていくもの、用途によって、例えば私だったら大学に行くときに持っていかなきゃいけないものが入るバッグで可愛いもの、だからそのサイズ違いでも色違いがあったりするわけですよ、やっぱさこうちょっとチラチラ見てるとさ、私は黒白茶色だけなのね、あなたもすごいカラフル、すごいよね。オレンジもあります。ということで、じゃあ早速紹介していきます。どっちから紹介しようか。今一番使ってるバッグせーのドンであげましょう。あ、いいよ。じゃーん。おお、まあ、これは最近買ったバッグだからってのもあるんだけど、じゃあちょっと先にほのちゃんから紹介してもらっていいですか。私ですか、はい、今の流れだとすごいのんちゃんからかと思いましたけど、私はこちらでございます。こちらですね MCM のカバンなんですけども、これあのトレバッグで購入しました。6000円ぐらいかな。元の値段がいくらかちょっとわからないんですけど、調べてないから。でもさ、あの MCM なのにあまり MCM 感がないっていうのと、あとほのちゃんが持ってる MCM ってさザ MCM でめっちゃ MCM リュックがそうだね。そう、リュックもそうだし、これ時系列的に誕生日動画見てくれた方がこの動画見たらあれ絶対出るなっていうのがあると思うんですけど、まあ多分入ってますよね、それね、今日出てきますけど、まあそれもそうなんですけど、 MCM って結構ロゴが強いタイプが多いのに、このなんかナチュラルなね MCM って強調があまりされてないタイプっていうのがまたおしゃれで好きだよね、はい、あとですね、ちなみにこのストラップ、はい、ストラップはですねこの後出てくるあのメゾンドフルールのストラップになってまして、このハートもこの後出てくるんですけど、ハニーシナモンのやつになってます。なので買ってもらったやつを全部つけてカスタムしてます。はい、あとはまあおパンチがですね大量についてるんですけど、クレーンゲームで撮った後にこう中に入れるのはちょっと違うなと思ってそのままつけてたんですよ。気づいたらこうなってました。なんでタグ付きで、はい、そうです。ちょっとカメラ下にしていいですか。はい、じゃあ私はこちらでね、こちらのバッグはこの前ブックオフでねゲットしたんですけど、すごく状態がよくって、めっちゃ可愛い、そのビビッドな赤、そう、まあちょっとブランスイガーみたいな感じで、あ、ポッケがありまくるやつで、これね私結構物をね雑にカバンの中にバーって入れちゃうタイプなんで、こんだけ分かれてるとあのカバンの中にガーって漁らなくてもどこに何があるか分かるって形なんですけど、これ驚きなのがですね、みんな大好きジーナシスのバッグなんですよ。そうで、なおかつ一昨日ぐらいにジーナシス行ったんです、普通にね。ただまだ売ってたんです、これ。私これブックオフでゲットしたんで1500円ぐらいでゲットしたんですけど、まだ店舗に売ってることは多分新作なのよ、別に値下げもされてなかったの、今セール期間なのに、普通に8000円で売ってました店舗では。てかマジで私運が良かった、普通に手で持つタイプのこういうバッグも好きなんですけど、見てください、斜め掛けにできます、しかもそれさ結構調整できるからさ、そう この辺のさ本当にさあれじゃない、バルニシアガみたいな感じでそういう持ち方もできるんじゃ、ここもできる、えっ これが可愛い、調節できるんで、何がすごいって、私の
iPad、iPad Pro か、でれれれ、ペン付きで、ちょっとまあ、もうピーンってしないと入んないんだけど、入るんですよ。じゃあ次、はい、じゃあ次、私お願いしようかな。せーの、じゃーん。お、タバサですね。はい、タバサです。私はこれさっきほのちゃんが紹介してたこちらの黒 MCM と形が結構似ているもので、私も MCM なんですけど、違うところといえばこの色、この MCM って書いてあるのと横のねチャックの開き具合がね、そうそう変わるよね。あとなんか結構ポケットの数とかも全然違うんですけど、同じジャンルで作られてるやつで、これはですねセカストでゲットしたんですけど、で誕生日に買っていただきまして、これは1万円でゲットしました。ヴィンテージだったんで斜め掛けにね、ここほらできるやつがついてるんだけど、斜め掛けの紐は入ってなかったですか、うん、ワンチャンなんか MCM、 これからまだまだ MCM が登場するんですけど、はい、MCM ってキーホルダーをつけるところがあるっていう、あ、あるね、キーホルダーつけるところがあるから、ワンチャンこの横についてるやつキーホルダー付けるようかもしれないんだよね。斜めにするようじゃないかもしれないんだけど、私もそれだったらここにあるんだよね。ああ、本当だ、その部分がでかいから斜め横っていう、そうなんだよね。私はこちらです。はい、これは確か中3ぐらいの時にアウトレットで自分のお金で買った気がする、ね、年末に。私もこれ覚えてる、ほんとにどこで買ったか。めっちゃ迷って、これともう一回り小さいサイズ迷ってこちらを購入しました。これがね、ちょっとね、これいくらだっけ、2万ぐらいしたっけ、2、3万だと思う、したんですよってことだ。でも結構高かったんだけど、うん、2万いくらみたいな、8000円とか、うん、6000円とかの6000円の分は出していただいた、あーママだったかな、ね、あーそうだね、お母さん出してもらった、そうそうそうなんだけど、ほぼ自分で買ったやつこの紐があるので、うん、紐でこうやってね、こうかけるタイプなんだけど、紐がね、どうしてもね、こう薄いっていうか、これちっちゃいから、うん、肩が痛い痛い。あとやっぱ私荷物が多かったり、少なくても重量がやばくて、ここにこうやって置いてるだけで真っ赤になっちゃう。だからこれの対処法誰か教えてください。じゃあ次行きましょうか。はい、どうしようかな。せーの、じゃーん、こちら。はい、私さっきから突っ込もう突っ込もう思ったんですけど、あなたの出てくるバッグ全部おパンチついてる。そうだよ、これもついてるもん。すごっ、全部これもついてます、うん、これが可愛い。これママにね買ってもらったの、うん、これが一番それ可愛い。てかね、このね、これについてんだよね。これ外したらおパンチ全員ついてきます前まではこれがここについてあったっていう感じか、あのこれね、あったあったってあった、いや探してたんですよ。ここにこういう風になってんじゃん、ここにハートがつけれるのね。そうね、元々そうそう、なんかプラダみたいな途中のところでつけれるみたいなやつでね、こんな感じでつけれるからめちゃめちゃ可愛いの。だからこれちょっとさ、こう服が地味っていうか、私が着る服っていうのは個性的じゃなくて結構シンプルめのお洋服が多かったりするから、うん、これを持ってます。でこれですね、後ろにポケットがあるのと中にもいっぱいあります。でちなみに中にもおパンチいます。まずこのおパンチ2個、うわお、これ探してました。メゾンフルハニシアンも、あーてかここのやつを全部私新しい MC、 危ない、 MCM に付きようかな。で私が一番好きな顔はこれです。超可愛い。でもみんなに聞くのね、この中でどれがうち一番おパンチ好きだと思うって聞いたら、えっどすこれでしょっつって大体当てられちゃいます。え、似すぎじゃない、うち似てるよ。私はこちらでございます。これはビームスでお母さんに買ってもらったバッグなんですけど、うん、多分1万円ぐらいするバッグで、私ね、その今バッグ欲しい症候群一つかかってまして、この前ヴィンテージショップ行ったら土屋カバンが出してる大人ランドセルっていうのがあって、うん、それがすっごい可愛くて6万したのよ。すいません、じゃあその大人ランドセル、はい、うちにありますよ。あー、まあまあ、うち私のランドセル土屋カバンだったんですけど、うちのあれ、石川のやつ。あ、違うんだ。あ、ごめん、ちょっと話がめっちゃそれるんで先生こっち紹介します、はい、これはビームスで一目惚れで買ったものなんですけど、これはめっちゃ使う理由がありまして、とりあえず、あ、ちょっとすいません、なんかめっちゃ汚いかも。これって夜寝るときにつけるやつですよね。どうやったらこの中入るんですか。これ使ってないっていうことですよね。使ってもいいですか。いやです、使ってます、使ってます。たまに使ってるの見るけど本当にさ、給食のおばちゃんみたいな感じになるよね、はい、それとこナイトキャップです。あ、びっくりしました。ナイトキャップがこの中入ったんですけど、
こうやってするやつですね。リボンは前に来ないの？リボン、本当はリボン前にするんですけど、でこれはとりあえず私学校に行くとき必ず持ってく iPad はもうすっぽりなんですよ。余裕だね。でもう一つ学校に持ってくかもしれないことがあるこいつです。ダレーン、14インチのパソコン。のんちゃんのパソコンちっちゃいよね。まあほのちゃんのに比べたらちっちゃいんだよ。私のでかすぎてドムばっかりも入らないからね。15インチか16インチだよね確か。分かんないけど、私のはこれ14インチなんですけど、これにもちろんケースをしてこの中に入れるんですけど、これ見てください、あのすっぽり入る。パソコンが入るバッグって限られてるんですよ。え、私のさやつでも後で試してほしいわ。もし新しいのってなった時に入ったら最高じゃん。あ、まあ確かにね。手持ちバッグとしてもおしゃれに前で見せることができるんだけど、こうやって体操着袋みたいにできるんですよ。パソコンとかをね入れても体操着袋仕様、まあ、ちょっと形はいびつになるんですけどできるんですよ。でそれがすごく可愛いのと、あとこの線がだいぶ色強めの蛍光オレンジなんで、前にしょった時にこの線も可愛くなるっていうのですごく好きです。じゃあ次ナイトキャップ外します。こっから私結構全部スクールバッグなんだけど、せーの、じゃーん。はい、2人ともブランドもんでーす。はい、私はですねこちらルイ・ヴィトンの赤バッグなんですけど、先ほど見せましたジーナシスの赤と結構かぶった色なんですね、うん、なんでこのジーナシス買う時に、いやうち赤バッグ売れると思ってんなとはずっと思ってたんですけど、でも今流行りのこの形が欲しくって買いました。めっちゃビトンって書いてあるんだけど、遠目から見たらあまりわかんないじゃないですか。それがいいポイントなんですけど、わかんないからこれ。 iPad はもちろんすっぽりなんですけど、こちらの14インチのパソコンもすっぽり入ります。かっこよくない？それスタバで持ってってさ。そうだよ、スタバでこうやってバッて出してこうやってやられるタイプです。なんですけど一つ残念ポイントが、肩掛けができません。なんでずっと手持ちで、ちょ頑張ってみて肩掛け。あ、でも私ね細いからできちゃう。こう、いやそれはそうで、でも夏服じゃないとできない、うん、できるんだけど、どう考えても短い。買い物来た人みたい、うんってなってるから。4万円でゲットしました。3回ぐらい店通って決着をつけたんですね。3回なくならなかったのがすごいね。そう、なくならなかったのがすごいの。1回目見てめっちゃ可愛いってなって、もう絶対欲しい、お金貯めるってなって、2回目見た時に肩掛けができないからちょっと使いにくいかなって思ってたの。でも3回目見てやっぱり色が素敵って思って4回目で購入です。4回で4万ってさ、通ったごとに1万多分寄付してるみたいなさ本当だよ。で私はこちら、はい、じゃーん、 MCM ですね。この MCM は大炎上 MCM と私は呼んでいるんですけども、はい、誕生日ですね、何歳の時でしたっけあれ。あ、まだ中学生でしたあ、まだ中学生でした。高校生になるまではこれ、あの一人で出かける時とか友達と出かける時はノット、それした場合これ没収しますという約束で高校生になったし、周りの子も結構ブランドも持ってる子が多いので、うんうん、めちゃめちゃ使ってます。ちなみになんか動画であんま映ることないんだけど、それこそやっぱりリュックが楽っていうのもあって、あとやっぱこれ黒でここに MCM って書いてあるのが可愛くて、そうなんかあんまり見えない MCM がほのちゃん好きなのかもしれないね。でもまあ、いやあの洋服とかはちょっとこうあれだけど、私全然グッチって書いててほしい。もうパイパイにグッチって。じゃあそれ作ったんよっか。あ、でも違法だった。違法危ない。じゃあそれ作ったんよっか。あ、でも違法だった。違法危ない。これ黒の小さい、何ですか。グッチで作ったやつか、えぐい。パワーワードすぎる。違法だったね。違法。販売してなかったら違法じゃないとかだったらあれですけど、着ることで違法なんで、ね。でまあこれは本当に炎上 MCM なんですけども、その説は本当に申し訳ございませんでしたということで、今後気をつけていきたいと思います。やっぱテンションが上がっちゃうじゃないですか、欲しいものをいただけた時って。それをやっぱ抑えることができなかった、ね、あの年では。次私もこれだ。それ。いや早くない、待って待って。じゃあそれ最後です。ラストにしよっか。せーの、じゃーん。何これ？あ、おパンチなんだ。そうなんですよこれ。これね、ビレッジヴァンガードで買ったやつで、こちらですね、こちらも、いやこれは私炎上した理由もちょっとわかるかも。これちょっと1万円ぐらいするんですよ。うん。これママに誕生日に。炎上したこれ？いやわかんない。私のこれ言ったら炎上するかなと思ったんだけど、これ1万円ぐらいで買っていただいて、でその年にこれを買ってもらったんですよ。あ、そうだ。
そうなの、リスク2個とかだったらもっとやばかったと思うんだけど、っていうのでこれはですね結構長いこと私使ってた気がする。てか長いこと使ってたくせにさ、こう今見たらだいぶちっちゃく感じない？なんかあのね、その後に買ったのがこれなんだよ。ママとかにめっちゃ言われてたんだけど、私本当にチャック閉めない癖があって、うん、そのまま開けてて、うん、こう上にまだ物がこう乗っかってるみたいな、ペットボトル乗せるみたいな状況だったのね、うん、でそれを見かねたママとパパがそれだったらもっとでかいの買った方がいいんじゃないって言って買っていただいたのこれで、見ていただいたら分かると思うんだけど、結構ねこうデザインが似てるんですよ、ね、私このデザインが好きで、やっぱ MCM と一緒でこういうロゴっていうんですか、うん、似すぎじゃない私買ってる系統みたいな、好きな系統はすごい分かるわ。そう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 、だからっていうのでこれを買っていただいたんですけども、こちらはですねメゾンドフルールで、中の収納はすごいマスク出てきたこれ私がいつも使ってるんです。中の収納はここにね1個あるのとってだけです。これもやっぱねおパンチついてますね、びっくりです。私は私紹介ちょっと2つ出しちゃったんですけど、はい、似てるものなんで2つ紹介しちゃいますね。これは友達にいただいた ET のバッグなんですけど、私 ET も大好き大好きうんって感じなんですけど、はい、あのこちらはめちゃめちゃ大きなバッグで、もちろんパソコンちゃんも入りますし、うん、もうなんならパソコンと iPad2 つ余裕で入ります。私大学1年生の時は午前授業と午後授業が一緒になってる時があったんで、途中のお昼ご飯の時間にねお弁当を持ってってたんですよ、うん、でお弁当も入るパソコンとかも入るすごく可愛いバッグが欲しかったんですよね。あと持ちやすい、それがこちらでございます。これちゃんと取っ手の部分が長いんでだいぶ余裕持ってね、うん、こうやって背負うことができます。いいじゃん。中に収納はついてないんで物ボンボン入れられるっていうのも結構いいポイントかも。あれ買ったら無印とかで売ってるさ仕切り、あーそうそうそう、まあその仕切りの話でいたしますと、私が大学入学した時に大学に持っていくバッグをお母さんに買ってもらったんですね。それがこちらです。 MM6 のバッグで、これもすごくよくっていいんですけど、収納がねここ一つにしかついてなくって、物ポンポン入れられるタイプなんで、私も物ポンポン入れられるタイプはポンポン入れるんで結構ごちゃごちゃさせちゃってたんで、ほの、うん、ちゃんに収納をねできるやつ、無印のやつを誕生日に買ってもらいました。あ、誕生日だったっけ。そうです。でちなみにこれすごく可愛くって、あとなんか謎のマジックで、これもパソコン もちろんですけど余裕で入るんですよ、この14インチ、はい、でもこれだったらほのちゃんの多分16インチか15インチ、もうギリじゃない、いや余裕で入るんですけど、これ何がすごいって謎のマジックがかかるんですけど、これにペットボトルを入れたとしてもなんかすごいパソコンの形が見えないから軽そうに見えるのよ、うん、で背負ってる感じも結構ねなんかこう軽いというか、カバン自体は膨張してないからスタイリッシュに見えるんですよ、何入れてもこのバッグ。あとこれ可愛いのがさ、こう物少ない時とかはこの端と端で、そうね、止めたりとかも今ちょっと無理じゃないですか、今パソコンが入ってるんで無理なんですけど、うん、止められてとかするんですけど、でも1点ちょっとこれ懸念点は、ちょっと持ちて、普通バッグってさ物取り出す時さこうやってやってさ中見るじゃん、うん、この上が2つになってるから、でもちょっとこうなるね。 MM6 は持ち手が1つなんですよ。私レベルになるとこうやってガサガサしてこうやってやってこうやって出せるけど、最初の方はこうやって一回下ろしてこうやって入れるっていう仕草がちょっとあの引っかかるかなと思うんですけど、慣れたら全然大丈夫です。これマジで軽い、これ本当に空気ぐらい軽いです。軽いよこのバッグ、あのすいません多分3万か4万ぐらいするんですけど、でも本当に軽いんで、あのパソコンとか持ってく人は大学バッグに超おすすめ、パソコンを持ってく環境の人はマジでおすすめです。大学バッグとか通学バッグ通勤バッグはもうなるべく軽いのがいいと思います。それでは今全部でですね、私は5点、のんちゃんは6点ご紹介させていただいたんですけども、もともとは5点の予定だったんですけども、皆さんにもう全て紹介したいレベルなんですけども、その中から厳選しようねって話して結局増えてしまった1点。マジで私本当に1つあの持ってきてないものもあります。持ってこなくて大丈夫です。はい、じゃあラストいきますか。一緒ですね、あの携帯は一緒です。せーのが3、はい、うん、リュックやだー、あれ MCM これまた炎上じゃないのって感じですけど、リュックでございます。はい、リュックです。ちなみに私はですねラフシモンズのリュックで、ほのちゃんが MCM のリュックです。ザ MCM ですね。それこそさっき私がね紹介したこの
こちらのバッグと似てますね。ですが、ほのちゃん MCM なんと新品を誕生日に、買ってもらっているということで、はい、LHP でこれとあの店舗は違うんですけど、原宿ラフォーレ原宿店さんで買いました。これですね、重要です。ラフォーレ原宿店さんで7月の25日に買いました。これね、すごい調べてほしい、はい、なんで25日なんだろうと。なんでこの人8月1日誕生日なのになんで25日なんだろう。それはあのただ動画をあの前で撮るってだけなんですけども、行った日がちょうどよくてですね、なんかラフォーレ原宿さんはですね、7月の25から29日の4日間、グランドバザールっていうですね、サンプル品、あと普通のものがめちゃめちゃオフされてる日があるんですよ。そう、本当にやばいよ、人も多いんだけど。でその時にですね、こちら見つけました。ここなんか置いてありまして、はいはい、下に書いてあったんですよ。11万800円が36,400円。2400円、まあ、ちょっと4万いかないぐらいだったんですよ。10万円のものが3万円ぐらいでゲットできるよみたいなラベルが書いてあって、もう半分嘘だろうと思って、ほのちゃんはね、別にその MCM をね、今回あの欲しくて LHP ってなって靴が本当はね欲しくって言ったんだけれども、あのこの安さに惹かれて、でなおかつその先ほどね紹介したこちらの MCM のバッグ、これは結構ファッション向けで、リュックにしてはかなり容量が入らないタイプなんですよ。そうなの。でこのリュック買ったのも結構理由があって、私あのうさぎのリュックあるじゃないですか。うわ懐かしい。あれ年中無休ずっと使ってたのね。ごめんね、うさぎのリュックって言って分かんないと思うんだけど、なんかこのこれぐらいの大きさのうさぎで買ったやつ、耳が生えた、あの多分本当になんかエモいエモい今みたいな多分、うん、それの進化バージョンだと思ってほしい、私の中で。ああだからそのうさぎのバッグが良かったから、それのいいものが欲しくってこれをゲットした。そう、あとはまあ地雷にハマってたっていうのもあるけど、 MCM に出会ったのは本当地雷になったからっていうのがあるから感謝してます。これを買ってみていっぱい背負ってみてめっちゃいいと思ったんだけど、やっぱりこれ物入るのは入るんだけど、うん、私が持ってくものが増えすぎて、ちょっとね容量的にね、この形が素敵なのに入れすぎて結構こうなっちゃってたんですよ。こう拳出てるよねみたいな。はいはい、これいろいろ語ってる動画、ちょっとほのちゃんの誕生日動画で語ってるんで、今ねちょっと一言でも重複しちゃうかもしれないんですけど、あのもっと詳しく話してます。いろいろなんでこの形を、なぜあそこで買ったかとかもいっぱい喋ってるんで、それの動画見てください。これさ、リュックの中さ、これ入んないかな。そうなんだよ、14インチ入んないかな。うわえぐ、なんか待って、中すごい収納じゃん。すごい、ちょっと今これ撮影して次の日撮ってるんだけどさ、ちなみにね。そう、買ってまだ2日しか経ってなくて使ってないもん。後ろに1個と手前に1個、あとは前に1個。この前がでかいのありがたいんですよ。私リュックとか背負う時にこうでかいところから出すのってあんま好きじゃないから、基本この手前にめっちゃ入れるので、物をね。そのバッグショップさ、まず1番に行きたいとこどこ。ひまちゃんは連れてってあげるよ。渋谷。マジ？いやこれ背負うんだったらやっぱ歌舞伎町。あそりゃそうですよね。いやこちらの14インチのパソコン入りますか、入るのか入らないのか、どっちなのね。入らないけど、でも iPad 入るじゃん。入ります、素敵。しかもさ、これさ、こう中でごちゃごちゃならないようにっていうのでさ、後ろのところにこうやって入れれます。あ、後ろに入れるとちょっと形が四角くなっちゃうけど、ランドセルになっちゃうけど、でもまあしまえますね。でものんちゃんとかパパがランドセル、ランドセル言うから、うん、本当にランドセルに見えてくる。これそれなんでかっていうと、私のその土屋カバンのランドセルの色がこの色なのよ。確かにだからランドセルに見えるけど、マジ可愛い。これやばいよ、これもうヘビーユーザーになります。ヘビーローテーションということで以上です。はい、じゃあ私最後のものなんですけど、リュックは本当は2つ紹介したかった、うん、1つ MM6 の可愛いリュックがあるんですけど、最近ね鬼使ってるのはこちらです。これ正面から見た時って結構普通のリュックに見えるじゃないですか。まあなんかちょっとこの横がツンツンってなってるけど、でも後ろで見ますとこんな感じでどでかくプリントが入ってます。これ誰なんですか。これはね誰か分からないんです。すごいですね、ピアスが。そうなんです、素敵。でこちらはラフシモンズとカバン屋さんがコラボしたやつ、これなんだけど、これは大阪のねヴィンテージショップでね一目惚れで
即買いしたんですね。2万円したんですけど、これのいいポイントは全部いいんですけど、とりあえずリュックを買う基準として、私はやっぱパソコンがねすっぽり入るタイプが良かったんで、こちらもちろんですけど、ちゃんとパソコンケースも、ただパソコンケースっていうか、こうパソコン入れもついてるんですけど、ワンチャンねこれはねパソコンケースなしでもいけますけど、怖いんでパソコンケースいつもちゃんとしてますけど余裕で入ります。多分これほのちゃんのパソコンも入るで、この前ポケットもかなりでっかくて、ここにいつもカバンに入れてるものを全部入れるみたいな形でやってます。今回 MCM 率がすごいですね。1、2、3、4なんで、まあこれ MCM 紹介みたいな形になっちゃったんですけど、まあでもね、私はねこの持ってる MCM が茶色オンリーなんですけど、本当にリュック羨ましい、マジで。これ一緒に使うじゃん。ってとりあえず一旦あ、壊れる。茶色が良かった。あれないよ、とりあえずこれを使っていただいて。いいのマジで。あの契約で月、あ、すごい。いや、あれじゃあサブスクかな。いや全然これ使っていいよ、使ってない時とか。マジでないと思うけど。うん、使ってない日ないと思う。とりあえずほのちゃんと一緒に、待って、 MCM コーデしようよ。2人でさ、これで下北とか行かない？高円寺どう？いいんじゃない。じゃあちょっと下北と高円寺と中野に3人で行きたいと思います。3人。もう一個引っかかるから。そう、ということで今回はカバンの中身紹介だったんですけれども、ほぼ MCM 紹介でございました。はい、そしてあのブランド物がすごく多くって、あ、こいつまたブランド見せ合いっこかよ、ほら金持ちアピールキモ。じゃあ来るコメント予想しますね。はい、ブランド持ってる自分がいいと思ってそう。これねよく言われます。MCM 買った時もそうですね。MCM が好きなんじゃなくって、 MCM 持ってて地雷やってる私可愛いと思ってるんでしょ、コメント結構多かったんですけど、それでも良くない。だって良くないですか。だって MCM を愛してるから、私だってデザインとしても可愛いけど、 MCM 持ってる私が可愛いと思って持ってるから。そうなの。うん、それは初耳だったかも。ちょっと引くのやめてもらっていい？自己肯定感高くて素敵です、うん、自己肯定感は高い方がいい。ビトン買ったのも別に普通に赤バッグ良かったかもしれないけど、ビトンの赤バッグ持ってる自分可愛いで買ってますから。そんなもんです、バッグ選ぶっていうのは。そうですよ。今後もあのブランドのものは増えていきますけれども、もちろん新品をねゲットするっていうのも夢なんですけれども、あくまで私たちが買ってるものはあのヴィンテージなんで、あの本来の値段よりも全然安いです。あ、これはちょっと例外なんですけれども、これが例外です。いや、こっちが例外ですけれども、こっちはヴィンテージではないけどセールしてたから、まあ、はい、金持ちアピールやめろよみたいな、やめてください。 TikTok でノエノンって調べたらスペースで金持ちアピールが出てくるんでね。そうだよね、本当に悲しいんで。びっくりだよね。金持ちアピールではないので、あのアピールじゃなくてさ、共有してるだけなんで。ぜひですね、皆さん今後もね、ちょっと今月のバッグ紹介みたいな形で今日やってる気持ちだったんで、また来月のバッグ紹介でまあ追加のバッグが増えたりとかするかもしれないんで。分かった、金持ちアピールしてると思われるのはぜひ買ってみてくださいとか言うと、何金持ちアピールなるだと思うよ。分かった、日本語って難しいね。このものさ、MCM のこのバッグの中詰め込んだら、バッグの中身紹介してって思った人もグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではキャベーバイ。懐かしい、あれキャベーって負けてたっけ。うん、バイバイ。え、Love you from the first time you called me late. Loved you from your whips and your weekend games. Yeah, always on my mind, always in my brain. Yeah, with you the summer came and went in a day. And I've been craving you since the first time that I sat by your side.